韓国の、皆様こんにちは。韓国の皆様、自分のことが多分誰だお前っていう感じだと思うんで、自己紹介をさせていただきますと、ファイナルファンタジー14新生オルゼアで、サウンド全般を、担当してますソケンと申します。何やってんのっていうことになると思うんですけど、効果音作ってたり、音楽作ってたり、サウンド の, あのシステム作ってたりとか、ボイスレコーディングしたりとか、あと、スタッフのね賃上げ、の交渉したりとか、まあいろいろやってます。今回韓国でついにサービス始まるということで、ぜひ皆さんにサウンドの面でも楽しんでいただければなと思っておりますんで、ぜひよろしくお願いします。音楽だけ作ってるわけでもないんで、欲を言うとファイナルファンタジー14はチャンスがあれば、あと環境があればいいんですけど、5.1 ちゃんの環境でプレイしてもらえるとすごくね、没入感が、すごく出るんで、ぜひ 5.1 ちゃんでプレイしていただきたいなっていうのを強くプッシュしときますけど、まあそれは置いといて、実はその我々旧ファイナルファンタジー14っていうのがありまして、それちょっと失敗してしまいましてね、まあこう奮闘を始めた時のきっかけで作ったような曲がまあありまして、それが天より下りし地から2曲なんですけど、それがですね、そうやっぱこう新生14を作るぞっていう時のこうなんつうか勢いみたいな心意気みたいなのがすごく入ってる曲なん でかつ過去の FF のモチーフであるそのプレリュード、ドロ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 って上間さんが作ったあれとかもね、踏襲しつつの曲なんで、すごいなんですかね、ザ FF みたいな感じプラスザ14みたいな FF14 の顔みたいになってる曲なんで、ぜひそれを聴いていただきたいかなと思います。ファイナルファンタジー14は非常にね、広いエリアとたくさんのコンテンツがあるんで、ぜひの方にね、お会いするのは難しいかと思いますけど、もし、なんかのきっかけで、韓国の皆さんと遊ぶ時があったら、ぜひ、その時は、一緒に遊んでいただければなと思うんですけど、僕はですね、自分の、フィジカルボーナスのスキルをですね、サウンドの方に振ってしまったもんなんで、ゲームプレイの方にですね、フィジカルボーナス振ってないんで、あんまりゲームそんな甘くないかもしれないですけど、白馬同士でもやってみんなのことサポートしてみようかなとか思いますんで、一緒にぜひ遊んでください。よろしくお願いします。あ、俺が選ぶの？はい。ここのスタジオでね、実際日本のね、ボイス、ボイスデータっても実はこのスタジオで撮ってるんですよ。で、僕はここに座ってこう機械いじって、で、声優さんに指示出して、で、そのジャッジメント最終的にする人間、その収録の時にね、ジャッジメントする人間がここに座ってるんですけど、ここに座るのはね、そのシナリオを書いた人間じゃないと話の流れっていうのをジャッジメントできないんで、話を書いたやつがね、ここに座るんですけど、ファイナルファンタジー14のそのストーリーを書いた人間がね、前広という人間なんで、その人ですか？じゃあその人で、だいぶまあそうですね、自分もそうですけど、夜型人間でですね、割とやっぱ開発がこう進むとやることが増えて、なかなか大変な忙しい時期に入ったりするんですけど、忙しい時期に、まあよくこう、深夜のね、コンビニとかね、ちょっと買い出し行こうかななんて思ったりすると、大体マイヒロがいるんですね。なんで、彼でいいんじゃないですか？いや、マイヒロを推薦しますね。マイヒロでお願いします。マイヒロさん、お願いします。